さあ、リクさん。はい、20のエネルギッシュなリス、リクです。よろしくお願いします。お願いします。はい、私の特技と言ったらいいのかわかんないんですけど、はいはい、お風呂を3分で入ることができます。え？来たな？ちゃんと待ってます。本当？もう本当に全身しっかり、私的には丁寧に洗って、やっても3分で。あ、じゃあ湯船には浸からない、ね。あ、そうですね。シャワーで入るときは、3分で。はい、いやどうだろうか、難しい、絶対洗ってないとかあると思う。本当に洗ってるんです。あ、本当、はい、ちゃんと洗ってます、ね、3分はなかなかやけどね、うん、あれ、リクさん、なんかダウンタウンに質問があるって書いてますけど、はい、あ、うちはもう質問 NG ないですから、何でも答えますよ。まだ私たちが経験が浅いので、はい、まだ分からないことがたくさんあるんですけど、はいはいはい、活動する上で、はい、一番大切にされていることって何かなって思って。あ、ちょっとそれは NG で。ないって言ってんの。どういうことですか？あと、なんか、こうやって私たちが喋れなくても盛り上げてくださるじゃないですか。はい、なんかそういうのって多分他のすごい難しいことだと思うんですけど、はい、活動するで。笑ってるね。盛り上げてることって何かないか。トークを面白くしたいとかいうことですか？でも、そうです。なんか、私ってあんまり、まあ、関西の声が余計に思うんじゃないの？あ、そうかもしれない。うん、なんか、もう面白くしたい。いや、それ悪いとこよ。関西から来てるコーラで。なんか、おもろないとあかんみたいな。そうそう。関西人。よく言う関西人、バーンってやられたら絶対反応しますからね。ああ、そうそうそう。バーン！あ、いったやりますか。で、他の人やらないですもん。そうそうそう。だからそこ気にせん方がいいわ。アメリカの人やらないですもんね。バーン。ひどい。ひどいっすよ。もうなんちょっと来てんけ。さあ、そして。